皆さんこんにちは、ハーディソンです。はじめましての人は、はじめまして、ハーディソンです。今回はですね、今かなり話題になっている Black Lives Matter について私の知る限りで説明ができたらいいなと思ってこの動画を作っています。日本でもですね、この話題がかなり、認知されるようになってきて、とてもいいことだなと思うんですけれども、私のインスタグラムの方で、わかんないことやもやってることないですかということで聞いたところですね、いろんな人から回答をいただきましたので、それに答えていく形でこう説明をしていけたらいいなと思っています。もしですね、あなたが、実際に黒人差別を受けたことがある人であれば、いやいやその段階じゃねえんだよって思うことを私は言うかもしれないので、見ない方がいいかもしれないです、そういう人は。ただ、私が最初に言っておきたいことは、 I literally have zero tolerance for any kind of violent action to innocent people. This doesn't matter what race you are. これを大前提として今から全部話をします。5つに分類しまして、こういった感じになっています。1つ目が protest and looting。 protestっていうのは日本語でデモですね。デモっていうのはなんと日本語でした。私はデモではなくてプロテストっていう言い方をしていくので、よろしくお願いします。で、ルーティングは略奪っていう意味ですね。で、略奪に関してもちょっともしかするとルーティングっていう言い方をするかもしれないので、こちらもちょっと最初に伝えておきます。で、2個目のジャンルが All Lives Matter。 Black Lives Matter っていうのは、黒人に生きる権利がありますよっていう、当たり前のことなんですけどね、それがうまくいってないからこういう状態になってるっていうことなので Black Lives Matter って言ってるんだけれども、それに対して、いや黒人だけじゃなくってアジア人だってアラブ系だってラティーノだって全員等しく生きる権利があるんだよっていうのが All Lives Matter っていう考え方です。それが2つ目のジャンルですね。で、3つ目が History。 これはもう歴史です。で、4つ目がソーシャルメディア。私は SNS という言い方は一切しないです。 SNS は日本語です。なので、ソーシャルメディアと言っていきますので、この辺も、分かっていただければと思います。最後のジャンルがトランプ。どういうジャンルにしようかなと思ったんですけど、もうちょっとトランプが分かりやすいのでトランプにします。大統領だったりとか選挙に関する、まあ、いろんな話題についてになりますね。で、この他にもですね、いくらか、ジャンルに当てはまらない質問もありましたので、それについても最後に答えていければと思います。それではまず最初のですね、プロテスタントルーティングの1つ目、答えていきます。今までみんなで自粛を頑張っていたのに、なぜ今デモするのでしょうか。デモの効果とは、これはですね、人が死んだからです。コロナウイルスでももちろん人は死んでいて、それに関してアメリカでは特に感染者が多く死亡者も多い状態ですね。しかしながら、黒人が肌の色が原因というだけの理由で殺されてしまうっていうのは重大な問題なんですね。どちらかというとコロナよりDoesn't make sense なんですよ。コロナってわかるじゃないですか。どうやったら感染する、何が理由でって。すっごく理にかなってるんですよ。でも、黒人が肌の色だけで殺されるって意味わかります？どこが理にかなってるんですかね、これは。だから、今、フィックスしないといけないということで、このプロテストが行われているということになると思います。で、プロテストの効果なんですけれども、マーティン・ルーサー・キングとかいますね。黒人の市民権運動を行っていた人なんですけれども、彼が抗議活動をし続けたことで今の黒人の地位ってあるわけなんですよ。なので効果はあると思います、私は。2つ目、なぜ抗議を通り越して暴動とか略奪につながったんでしょうか。香港でもポリスブルタリティであって、で、それの時は略奪って起きなかったんですよね。なのですごくアメリカ的だなと私は思っています。抗議活動って何に対して抗議しているのかっていうことによって重さだったりとか過激さだったりってのが変わってくると思うんですけれども、今回はどうしても人が死んだことで、私たちは殺されたくないですっていうデモなんですね。かなり重みがありますよね。なのでどん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 やっぱ火をつけたりとかで、それに対してやっぱり警察もですね、また理不尽な対応してきたりっていうことがあって、それでどん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 過激化が進んでいってしまい、最終的に例えば建物を壊したりってことになってくると、あれ盗んじゃえばいいじゃんってやつがどうしても出てきちゃって、それでルーリングしてしまうというような状況になっているというのが私の考察です。あと単純にルーリングしてしまうのは貧困層が多いからだと思います。もし貧困層がここまでの数いなければルーリングも起きてないと私は思います。
暴動すれば殺される生きろの31歳の男性のようにあのように訴える層はどれくらいいますか。多分ねこの動画の男性のことを言ってるんだと思うんですけれども、あのように訴える層はどれくらいいますか。ちょっと正直わからないですね。彼と同じことを他の人種の人が言っても効果が全然ないんですよね。言ってることの重みが変わってしまうので、このように訴える層っていうのはどうしてもやっぱり黒人の中で、黒人でこのように訴える層のみこうなんだろうパワーがあるっていう感じにどうしてもなってくるのでですね、かなり少なくはなってきてしまうんじゃないかと思います。次、フロイドさんは殺害された、これは紛れもない事実で僕は怒りはなかなか抑えられずにいます。 I mean racism is so wrong but 今各地で起こっているプロテストの趣旨を勘違いしている人が多いと思うのは僕だけでしょうか。Like, they're just breaking into innocent people's businesses, flipping innocent people's cars, and it's just getting out of hand. 黒人差別に対する怒り、悲しみ、苦しみ、I don't blame them, but I think something wrong with this. What is your opinion about this? すいません、突然の長文英語、日本語ごちゃごちゃで。感じていることは、なんだろう、すごく、正しいとか間違ってるとかいう言葉使いたくないんですが、真っ当っていうんですかね、だと思います。結局今起きてるのってプロテストが暴動化してしまってこうルーリングにまでつながっていて、で結局その略奪行為ですね、ルーリングをするときに黒人が経営しているお店に略奪に行っちゃったりとかしてるんですよ。それってもう元も子もないんですよね。だからその全く罪のない人、むしろ最初から被害者側だった人がさらに被害を被るっていうことにもなってきてるわけです。なのでそこに対して違和感を覚えるっていうのはすごく自然なことだと思いますし、私もそれはどうなのっては思ってます。ただし黒人側からするといやいや、そもそも白人警官が黒人を殺すようなことをしなければこのプロテストは起きてないし、ルーリングも起きてませんからってなると思うんですね。それに加えてですね、例えば白人の人って黒人ってすぐ物盗んだりとかするから嫌だよねみたいな感じのことを言ったりとかする人がいるんですよね。ただ黒人側から言わせてみれば、いや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 、もともとはお前ら白人が私たち黒人をアフリカから力ずくで誘拐してきて、さらに奴隷としてアメリカで使ってたっていうのが原因ですからっていうことになるんですね。だから高校に関してはね、すごく線引きというかコメントが難しいところにはなると思います。いずれにせよイノセントな全く罪のない人たちがもともと被害者側であるにもかかわらずさらに被害者になってしまうっていうのはかなり悲しいなと私は感じますね。次、おそらく過激なのは嫌いっていう意味で平和が一番って的外れなことを言ってる人たちにもやっとするってことですね。もうさっき言ったことが大体答えになりますね。だから結局プロテストのが過激化するのは良くないからって言ってると、こういう風にいやそれは的外れなんだよって、もともと黒人差別がなかったらこういうことになってないんだよっていう風な意見が出てくるってことですよね。では2つ目のジャンルに行きたいと思います。 All Lives Matter ですね。Black Lives Matter より All Lives Matter の方が好きなんですけど、僕だけですかね。もう一つ合わせて答えたいと思います。アジア人も他の人もみんなも差別を受けてるし、差別してるんじゃないと思ったの。黒人さんだけやないやんって。今回の人種差別についてより深く考えるようになったのは黒人さんの事件があったからだけど、 Black Lives Matter って言葉もいろんな思いがあるけど、 All Lives Matter が世界中に広まらないとこの問題は解決しないのかなって私は思った。これはですね、結構いろんなところで見ますね。で、すごく重要なことだと思うので、私も時間を使って説明できればと思います。まずですね、この動画の冒頭でも言った通り、また Black Lives Matter っていうのは結局 All Lives Matter の一部なんですよ。だから結局 Black Lives Matter、White Lives Matter、Brown Lives Matter、Yellow Lives Matter、もう Everything、All Lives Matter なわけです。で、人類として最終的なゴールはここなんですね。ただ現状を Black Lives は Matter されてない状態なんですよ。なぜなら黒人だというだけで、街を歩いてるだけで、ランニングをしてるだけで射殺される可能性があるからです。日本人の皆さんでこれ今動画を見てて、
街の中を歩いてて日本人だから殺されちゃうかもって思ったことあります？ないと思うんですよね。そこが差なんですよ。だから All Lives Matter っていうのは最終的なゴールだけれども、ブラックの命がこんだけ軽視されてるよっていう、今ここを引き上げる作業をしてるのに、いやでも最終的には All Lives Matter だからっていうことを言っちゃうと、いやいや待ちにしちゃいってなっちゃうわけなんですね。だからこれ All Lives Matter を掲げることって間違ってないんだけれども、今は Black Lives Matter、 なぜなら生きてるだけで肌の色が違うという理由だけで殺される可能性があるからです。そして現にたくさんの人がそれだけが理由で殺されてるからです、未だに。だからまずはこの一番重い問題をフィックスしようっていう状況だと考えればいいと思います。次、ヒストリーのカテゴリーに行きます。白人が他の人種を colored として下に見がち、白人至上主義的なのはそもそもなんでなんでしょうかと。これはね、かなりアメリカの歴史の話になってくるんですけれども、もともとですね、イタリア出身の探検家のコロンブスですね、聞いたことあると思います。コロンブスが冒険をしてですね、アメリカ大陸を発見するわけですよ。え、大陸あんじゃん、めっちゃ住めんじゃんってなるわけです。よっしゃ移住しようぜってなった時に先住民の存在に気づくんですね。あれみたいな、やべえ人いんじゃんってなるわけです。でもこいつらと土地割る、だるってなるんですね。感謝祭っていう日があるんですけれども、アメリカには感謝祭のきっかけとなるディナーっていうのはネイティブアメリカも招待されていて、かつこのネイティブアメリカの人たちっていうのはもうその時に料理を持ち寄ったりとかもしてるわけですよ。もうちょっとこの話をするだけで泣けてくるんですけれども、でそこでよっしゃじゃあ今度から仲良くしていこうねみたいな話をしていたにもかかわらず、白人が最終的に数年後裏切ってですね、ね、先住民を虐殺をしてその領土を手に入れて、そこに社会を築き始めたというわけなんですね。さらに先住民を殺した後、もともとこのアメリカに移住してきた人たちってイギリスからの移民だったので、その独立記念日っていうのは 4th of July ですね。これはイギリスからの独立記念日ってことなんですね。それでアメリカ合衆国になったよ、イエーイっていう日なんですけど、そのイギリスがもともとアフリカから奴隷を仕入れて、てかまあ暴行して力ずくで誘拐してきて奴隷として使ってたわけなんですけど、だからその流れがあって、そのアメリカに移住してきてる人たちもそのアフリカから無理やり連れてきた人たち、普通に暮らしてたんですよ、アフリカで普通に暮らしてた人を奴隷として勝手に扱って武力でっていう背景がもともとあるんですね。でそれはおかしいでしょってどん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 なってきて、最終的に今に至るわけですね。だから白人至上主義っていうのは別に白人が優位とかそういうわけではなくって、単純に残虐だったっていうだけです。なので白人至上主義者っていうのは単純に俺たち超残虐ですイエーイって言ってるだけです。次、 Twitter で、けど実際黒人より白人の方が能力が劣ってるから重要な役職とかにつけないんだよねって意見を見つけてめちゃくちゃびっくりしました。そもそも人種とはって感じです。白人の DNA にアフリカ系とかアジア系の DNA 普通に入ってますよね。何の科学的証拠が人種を決めるんですかね。ちょっと一個一個回答していきますね。まず黒人より白人の方が能力が劣ってるから重要な役職につけないって予定なんですけど、もう全くあなたがまんまとレイシズムにハマってるんですよっていう、もう超わかりやすい例ですね。ありがとうございますって感じですよ、本当に。白人至上主義っていうのは、白人に能力がなくて、黒人の方に能力があっても、白人だからという理由で重要な役職についてしまうっていうのが問題なの。で、これを今フィックスしようぜっつってる。ってこと、そうやって意味分かってない人に教えてあげたらいいと思います。人種っていうのはね、例えば私みたいに半分白人だけれどもアジア人にしか見えないみたいな人っているんですよ。で今いやいやお前白人に見えるしって思った人いると思うんですけど、これも実は私を見る人によって全員が違うこと言うんですね。例えば私が白人にしか見えないという人がもういるし、私を見てあハーフでしょっていう人もいるし、私を見て絶対純日本人でしょっていう人もいるわけです。なのであなたが今私に対して抱いている人種的な印象ってあなただけのものでしかないんですね。全員が違うこと考えてるわけです今。そこがめちゃくちゃ重要で、結局見た目のインプレッションでここまで荒れてるわけなんですね、バッて。だから例えば黒人と白人のハーフの人でも
めっちゃ肌白い人とかいるわけなんですよ。でもその人は肌が白いせいでブラックっていうアイデンティティはもうもらえないわけなんですね、社会から。彼の中にしかそれはないっていう状態になってしまうんですよ。なぜならパッと見でわかんないから。それってどうなのって話じゃないですか。だからそもそもね、見た目でなんかどの人種がどの人種かっていうのも大切なのかもしれないけど、一部のそういうミックスの人たちを完全に排除した考えだと私は思ってます。なので最終的な All Lives Matter っていうのはそこも汲み取ってる状態だと私は思ってます。長くなってきましたね。4つ目、ソーシャルメディア。1個目、真っ黒のやると周りに意識高いなって思われたくない。日本人病にかかっています。どうすればいいでしょう。迷ってるんだったらやればいいと思います。その真っ黒のやつを投稿したりっていうことって別に意識高いことじゃないんですよ。単純に私は認知してます、私は黒人差別を許しませんっていうことを全体に周知する作業でしかないと思うんですね、私の中で。逆にそれを見て意識高くないっていう人ってマジで昏睡状態系だと思うんです。だから早く昏睡状態から目覚めたらいいね、アーメンって感じです。次、外国人とも関わりないしアメリカ本土も行ったことがないような子が BLM とかやってると黒いし大きいし怖いけど命をないがしろにされるような存在なんだ、かわいそうって下げてる感じがしてもやります。流行りに乗ってるだけか。多分ね、これ感じてる人結構いると思うんですよ。私もそれでちょっともやった気持ちは実際にあるのですごい理解できます。確かにね、こういう子たちは勉強しなっていうのが結論だと思う。しかしソーシャルメディアにこういうことを若い子とか何も分かってない子とかが投稿することによって、こんなことが起きてるんだって、あ、こういうことって許されちゃいけないよね、そうだよねって気づく人とかが出てくるわけなんですよね。で、あ、もっと勉強した方がいいなって思う人も出てくると思うんです。私もこれがきっかけで勉強したこといっぱいあります。なのでそれだけでも私はブラックアウトチューズデイが起きたことに感謝しているし、それをみんなが投稿して私に知らせてくれたことに対してもすごく感謝してるし、そこに対しては意義があったと私は思っています。なのでもやる気持ちはわかるし勉強は絶対した方がいいけど、ポジティブな肯定的な効果っていうのも実際にあるっていうのも知っておくことは必要かなって思います。次、私の彼氏はアメリカ人で黒人です。彼はソーシャルメディアでこのことに関してポストすることはみんながこれがノーマルだと錯覚してしまうことにつながると思うと言っていました。肌の色によって人権が無視されて命が奪われてしまう。普通に考えたらそれは異常なことなのに SNS にポストしてみんながそれに慣れてしまう。そしてそもそもこれが異常なことと感じる感覚を麻痺させると。ハーディソンさんはこの問題について SNS でポストすることに対してどう思いますか。すみません、分かりづらい文になってしまいました。いや全然大丈夫ですよ。まあ、さっき言ったことと重複するかもしれないんですが、まずですね、彼はこの問題のその当事者なので彼が感じていることに間違いはないです。というか誰が感じることに間違いも正しもないです。すごく自然な感情だと思います。一個言えることがあるとすればもうすでに異常なんですね。異常な事態がノーマルに続いてきたのでこれは異常だぜってみんなで声を上げてる状態なんですよ。私たちが今こうやって作っている歴史なくして将来的に人種差別は異常だっていう概念を作り上げることができるかっていうとそこも疑問なんですよね。なぜなら実際に白人警官は黒人を殺しているから、黒人だというだけでっていう感じです。私から言えることはそれぐらいですかね。なのでなんだろう、すごく懸念は理解できます。なんだろう、いい面もあれば悪い面もあるっていうことで、全部何でもやっぱりコインの裏表なので一概にね悪いいいとは言えない問題だと思いますね。で次が、同じ人ですね、私の何人かの日本人の友達が私の彼氏が黒人だと言うと黒人か、黒人とは無理だなと言っていたのにこの問題が話題になると Black Lives Matter とか言ってインスタに投稿してるのもすごく腹立ちます。自分がレイシストなのにこういう時だけ流れに乗っかって気持ちよくなってるのが本当にっていうことでいただいてます。そうね、でもイライラするでしょうね。私の彼はブラウンなんですけど彼の見た目とか肌の色に関して言及されると私もイラッとしますね。だからすっごく、理解できます。でもなんていうんだろうね、その人それぞれにもタイプってあって、実は私って父親が白人だし父親のこと大嫌いなんですよ。だから白人と付き合ったことないんですね今まで多分そういうのもあるから人種
ごとにタイプがあるっていうのはもうしょうがないかもしれないです。それはいろんなバックグラウンドだったりとか、その人の人生経験とかトラウマとかがいろいろ重なって要因となって結果的にこういう人種と付き合うっていう傾向が出てきてしまうっていうのはどうしてもあると思うので、なかなか難しい問題だと思うんですが、そのお友達にはですね、はっきり言ってあげていいと思いますよ。人の彼氏の人種のことについて口出すとかマジでやばいからやめた方がいいよって。次、ハッシュタグ Black Lives Matter をつけてた人にはどんな思いがあったのかなーってのも知りたくなった。いろんな思いがあると思うんだけど、団体を支援したいってこととか考えすぎかもしれんけど、私は簡単に終わらせちゃいけん問題やなと思って、無知な状態で黒い画像とハッシュタグが載せれんかった。未来の子供たちの将来のために何ができるのだろうとか考えてる。めっちゃいい人じゃんって感じです。 Black Lives Matter っていうのは団体名でもあるし運動自体の名前でもあるので、実際にこのタグを使っている人の目的としては、私たちは黒人が黒人だからという理由だけで殺されるのはおかしいと思いますよっていう意思の表明だと思ってもらって大丈夫だと思います。自分がよく知らない状態でそういうポストをしちゃいけない気がするっていうのをすごい私も理解できて、実は私も投稿するまでに結構調べたりとか結構考えたりとかしました。だからすごく理解できます。最終的にね、ここのコメントですっごい重要だなと思ったのが、未来の子供たちの将来のために何ができるのだろうとか考えてるっていう、ここの部分だと思っていて、ほとんどのマジョリティの人たちって子供今から産んでって将来になんかわかんない繋げていきたいみたいな、なんかそんな感じじゃない、多分ごめんねわかんないんだけど、やからこそその子供たちが真に平等で幸せな生活を送れるように努力をするっていうのは素晴らしいことだし、その努力に勉強とかって含まれてると思うのよね。だから勉強しなきゃいけないっていう焦燥感とかは本当に大切だなって思うし、なかなかねここにたどり着ける人っていないと思うので、超リスペクトって感じです。だからマジ本当何でも聞いてねって思ってます。次、最後のカテゴリーですね、トランプいきます。一つ目、今回の騒動のトランプの対応について知りたいです。あとそれに対してのハーディソンさんの意見も。まずね、トランプってめっちゃ追廃なんよね。もう怖い、マジで。本当にツイッターに投稿するのが主な仕事ですかってくらいめちゃくちゃツイッター投稿する人なので、対応については彼のツイッターを見るのが一番早いかもしれないです。この騒動が起きた時に、コミュニティセンターとかがブーンダウン、なんだろう、燃やされてなくなっちゃったりとかしたんですけど、その時にその場にいち早く駆けつけてスピーチしたりとかっていうのもしてましたね。ただし彼って結局言葉選びがめちゃくちゃ下手くそで、貧困層とか人種的マイノリティに対する共感を示そうっていう意思が全くないんですね。で、本人がそういう意思は全然あるよって口で言ったとしても、言葉の節々にもういろいろ出ていて、例えば略奪をしてる人たちのことを low life とか thugs っていう言葉を使ってツイートしちゃったりとかっていうことがあるので、本人が実際にどれくらいいい政治的選択をしていて、どれくらい効果的な動きをしていたとしても、裏でね、表でそういう言葉遣いをしちゃうと、どうしてもそういう人たちからは反感は買ってしまうし、支持者と非支持者の間がすっごく開いちゃうことをやってるんですよね。それがオバマとはちょっと違うところなんですよね。オバマっていうのは結構誰に対してもマイルドな言葉遣いをして、かなりウィットに富んだ言葉遣いをする人だったので、ブロードに支持があったんですけど、実際にあまり、なんだろう、大きな変化だったりとか、こうアメリカ市民に利益をもたらしてあげたりっていうことができなかったんですね。だから今トランプが大統領になってるんだと思うんですが、なのでトランプの対応自体は実際にどれだけ効果的なことをしてるのかっていうのは分かんないです。なぜならこの人説明がめっちゃ下手くそだからなので、私のそれに対しての意見はちゃんと喋ってっていうことになりますね。そもそもトランプがちゃんとローライフとかサグスとかそういう人たちの生活を保護するような政策を取っていれば、貧困層の問題というのはある程度解決できていた可能性もあるわけで、それの政策を取らなかったせいでこういう略奪が起きているっていう考えもできるわけなので、それが少なくとも私が感じていることではあります。
次、今年の大統領選がどうなるか予想してみてほしいです。オバマはまた帰ってくるのでしょうか。オバマ帰ってこないと思います。そっち側から誰か来るとしたら、ミシェル・オバマぐらいしかいないんじゃないかな、11月。トランプが勝つ可能性全然高いと思います。今の感情を見てると。この6月3日現在。This is America です。よければ全部この動画見てください。ぶっちゃけね、私はオバマとかトランプとかっていうよりもめっちゃバーニーおじいちゃん派なので、バーニーおじいちゃんは結構ね、オバマとコミュニケーションスタイルも、比較的似てるんだけれども、数字をね、たくさん使う人なので、ちょっと貧困層だったりとか、教育水準が低いところだったりとかにあんまり響かないんですね。だからちょっと票がね、集まりにくかったりするんだけども、一番まともな人ですね。この人はそれこそ、元々の黒人の人権運動に白人ながら参加してた人でもあるので、奪われた黒人の人権を取り返すっていう活動は、彼が本当に若い頃からずっとしてきてたんですよね。なので私はバーニーおじいちゃんが一番好きなので、もう、バーニー2020としか思ってないです。それか、any functioning adult って感じですね。はい。次、選挙に向けたやらせって聞きましたが、どう思いますか？ということは、もともと反トランプ派が白人警官に黒人殺してくれって言って、その事件を作ったっていう説ですかね。このやらせだっていうこと自体がトランプ側から来てる可能性もあるので、ちょっとぶっちゃけここに関して、考えることって割と無意味だと思っていて、論点はね、結局最終的に白人警官が黒人を殺して、その罪に問われてないっていうことだと思うんです。この事実だけに立ち返る必要があります。そういういろんな情報をね、聞いたり目にしたりすることがあると思うんですけれども、必ずここに立ち返ってほしいと私は思う。で、この事実がいいの？悪いの？っていうことを考えてほしいです。いいわけないよね。それは。あなたが日本人だからっていう理由で、それが起きますかっていう。起きないよね。それが起きてる人たちがいるのよ。現状。で、そこの焦点をぼやかすためのいろんなことが起きてるけど、絶対にこれを忘れちゃダメ。と私は思います。で、これがね、最後の、これが最後の、カテゴリーだったんですが、二つ、このカテゴリーには入らない質問があったので、別途紹介したいと思います。一つ目が、いろいろ見てて悲しくなる反面、自分も無意識に加害者になっていないかめっちゃ不安です。特定の人種に対するインプレッション、印象ですねってあって当然だと思うんですよ。それって自分の経験だったりとか、トラウマだったりとかがすごく関係してるから、例えば、私さっき言ったみたいに父親が白人でろくでもねえ野郎だから、ちょっと白人男性見るとふんってなっちゃうのね。でもそれってしょうがないと思うのよ。でも、それを表に出すか出さないかなのね。そこが実際に加害者となるか、そうならないかっていうところの違いだと思う。なぜならもう経験してしまったこととトラウマっていうのは取り返しがつかないものなので。次。自分の white privilege とか、マジョリティである特権と向き合うプロセスが思いのほか精神的にしんどい。これはですね、私と同じ、日本人と白人のハーフの友達から来てるんですが、ね、あなたがね、すごくいい子すぎるのよ、きっと。こんなに悩んじゃうってことはね。で、これかなりね、その特殊なケースだと思うのよね。なぜなら、私たちって、white privilege 実際にあるかないかって考えた時に、特にステートサイドで。ないじゃん。だって、私たちがさ、アメリカ行くやんか。アメリカ行った時に、白人が、私たちのことは白人とみなすかって言ったら、そうじゃないでしょ。そうだったら私多分人生だいぶ違ってたと思うのよ。自分のプリビレッジがどんなものがあるかっていうのを受け止めるっていうのはすごく大変な作業だと思うし、なぜならそれがすごいぼんやりしてるから、曖昧だからかなり。特に私たちみたいなミックスの人たちは。けどね、そんなに思い詰める必要はないと思っていて、なぜなら私たちの、なんだろう、Our generation is the one that's building the new mindset about equality だと私は思ってるのね。私たちって今ちょうどその人種問題に関してすっごい遅れてるところと新しく作り出すところのフロンティアにいる状態だと思うのね。なのでもちろん自分のプリビレッジを理解するとかいうことってすごく大事なんだけど、それと同じぐらいそこのフロンティアから新しいものを作っていくっていう責任もすごく重いと思っていて、
私たちみたいなミックスピーポーにしかできないお仕事の可能性ってすごく高いと思うの。だからこそ私たちみたいなのほど積極的に声を上げていかないといけないと思うので、今から何十年かけてずっと。だから精神的にきつくなったら全然シャットアウトしちゃってもいいし、元気になった時に声出せばいいし、いらん声聞こえるなと思ったらまたシャットアウトすればいいし、自分のことを一番に考えたらいいと思うよ。あなたの場合はそれでいいと思う。すごい考える人だったと分かってるので、以上です。これで、以上になるんですけれども、すごい1時間も動画撮ってました。これをどんぐらい短く編集できるんだろうって感じです。終わります。質問送ってくれた皆さんありがとうございました。バイ。